北門、南側より見た図。台北浮上北門は、かつてあった台北浮上の門の一つ。台北市内中西区に現存する。台北上に5つあった門のうち、現役当時の姿を留める唯一の門である。国の第一級戸籍として現存する他の門とともに認定されている。故障は資料によって揺れがあり、 中華民国の文化部文化資産局では、史跡の登録名として、台北府城門北門都市、また、台北を扱う文脈上では単に北門などと表記される。二層構造になっており、下層部は通り抜け可能、上層の建屋内部は立ち入りできないようになっている。北門は、新庁の地下であった1882年に、着工1884年に、 城塞都市としての側面を持つ台北府城の北の門として完成した。ちなみにこの支壁は建前としては住民を守るためのものであったが、統治機関を守るためという主眼があったとされる。1895年に下関条約が締結され、台湾が日本の統治下に入ると、台北府城の支壁は上下水道を整備するための資材として転用され、門だけが残ることとなった。 1935年には、史跡名称天然記念物保存法で保護対象とされた。戦中戦後、台北府城と他の4つの門は撤去、あるいは改装され当初の姿を止めていない。北門も安定期の都市開発の流れの中で撤去されそうになったが、文化財保護の観点から、1998年9月3日、図け工事で史跡として保護されることとなった。 門の南側の開口部手前には足元に小さな構造物も現存している。これは日本統治時代に置かれた水準点である。台北市長家文明が推進する西区門湖計画により2016年には敷地をまたいでいた田たか橋が撤去され、翌2017年8月には北門広場が完成した。同年1月に供用された付近の 台北交流広場とともにユニバーシアードを控えた台北市のランドマークとしての風格を取り戻し、かつ周辺戸籍と一体化した観光ベルト地帯での憩いの場となっている。ありがとうございます。